染め、清流館染め、清流館は、京都市中京区にある染色をテーマにした、染色専門美術館。牢染めや絞り染めなどの染色芸術を展示する美術館で、世界初の染色に焦点を当てた、専門美術館である。五福の企画、製造、販売などを手掛ける大松株式会社が、日本の染色アートを世界に向けて発信することを目的として、 2006年京都にオープンした。染色の街、京都を拠点に活躍する作家100名の作品約500点を所蔵し、巨匠から新鋭まで様々な染色作家たちの作品を展示している。1991年には、NHK 京都放送局、京都新聞社の公演、京都中央信用金庫の協賛で、第1回染め、清流展、京都市美術館が開催された。 以後東京で開催するなどし、現在16回を迎え継続中である。清流館は、その名を南禅寺にある山荘、清流亭に由来する。京都芸術センターの北隣に位置したビルの6階に構える。道館のエントランスは落ち着いた色で高級感が演出され、館内は約150畳の畳が敷き詰められており、靴を脱いでじっくり落ち着いて、 作品を鑑賞することができる。作品の中には多彩な技法を駆使した染色品が並び、幾何学模様に現代アートを思わせる作品も展示している。所在地アクセス駐車場会館時間休館日、入館料。ありがとうございます。